今日のデジカメレビューはサムソン。サムソンの、非常に小さいコンパクトスポーツカムコーダーをちょっと見てみましょう。まず形状はこんなです。非常に小さいです。非常に小さくて、なんていうんですかね、これは持ちやすいですね。そしてひげ剃りみたいな、ひげ剃りよりひょっとしたらちっちゃいかもしれない。区分はこれはカムコーダーって書いてあるからビデオでしょうかね。こんな形で、液晶が開きます。そしてここに電源ボタンがあります。ここにホールド、これ電池を取るところですね。電池がこれで電池が取れるようになると。まあいいや。ここを見ますと、DVD クオリティの、MPEG4 形式でのムービーが撮れると。それから何、エレクトロニックイメージスタビライザー、まあ手ぶれ防止みたいなもんですね。それから MP3 ということですね。とにかく小さい。電源入れてみましょう。電源はここです。こんな感じですね。で、構え持つときにこんな感じですので、3用のに比べれば押し間違えるようなボタンもこの辺にはないですね。そして録画するにはここのボタンを押す、この赤い部分を押す。で、止めるときも一回同じところを押す。再生する際にはここにプレイと書いてあるので、ここか、ここのところを押すと。でここは、ズームですね。こんな感じでズームになりますね。ズズズズズズとズームができて、ここにボタンがいくつかついてますけれど、メニューボタン、モードボタン、それから、こっちがメニューボタンですね。こっちがモードボタン。ここは、DC ジャックがついてます。それから、PC へのインターフェースはここで取ると。もしくは、PC に、データを持っていく際には、ここに、SD カードが入ってますので、こいつをパソコン側にそのまま持っていくということですね。それからこれが、PC への接続のコネクターですね。こっちは、アウトかな。これはテレビの方につないで、テレビの方で再生する際にここから、接続をすればいいと。こんな感じです。小さいですね。これなら子供でもできる、多分。こんな感じですね。ここでピッと押して、押したらこう持って撮るのかな。なんか小さすぎてもちょっと持ちづらいような気もしますけれど、とりあえず握った時に誤動作するようなもんは
なさそうですね。ちょっとこの液晶に指が当たっちゃうっていうのはちょっとやりづらいですけどね。ちょっと子供にいじらしてみましょうかね。はい、一旦切ります。